グループオブセブンの画家、左からバーリー、ジャクソン、ハリス、フェアリー、ジョンストン、リズマー、マクドナルドグループオブセブンは主に1920年代に活動したカナダの風景画の画家7人のグループ。もともとは、フランクリン・カー・マイケル、ローレン・ハリス、エ Y ・イ・ジャクソン、フランク・ジョンストン、アーサー・リズマー、J.E.H. マクドナルド、フレデリック・バーリーの7名からなっていた。 トムトムソンはこのグループと交流を持っていたが、グループ形成前に指揮をしたため、このグループの公式メンバーとなったことは一度もない。また、エミリー・カーもこのグループに触発され、メンバーから称賛され、時にはグループ店にも出店したが、公式メンバーになったことはない。他の画家もこのグループに参加するようになり、結果として、カナダ画家グループという組織になった。 グループオブセブンは19世紀末にパリモンマルトルで活動した欧州の印象派に大きく影響を受けている。ありがとうございます。